のキートーク A 型さんなんですけど、はい、この人をキャメロンさんって呼んでください。呼ばないといけないですね、キャメロンさんと。はい、わかりました。呼んであげてください。ご指名なんで。ねえねえねえ、はい、ねえ、キャメロンがイベントで1万クレジット当たってるで。嘘。お知らせちょっと戻ってみ、これ。本当だ。本当だ。本当だ。すげえ。ただこれ実況に入れとかなあかんってことやな。うん、今もう録画してるから大丈夫。あ、もう始まってんの？もう録画してるよ。始まってんの？うん、声ガチ入ってる。何のために始まってんのここ？え、いやなんかおもろいやん。裏事情バレるやん。俺たちのおしゃべりじゃん、ただの。いや、やっぱね、見てる人はこういうのも見たいんですよ。でもこうどれだけ運営がオープンかっていうのもね、大会の大事ですよね。そうなんですよね。アピールでね。はい。ちょうど伊藤も私ね。あれ、大会の運営がちょっと窓ガラスでこうちゃんといつでもオープンに見れるよみたいな。そうスモークじゃないよっていうね。うん。なんということでしょう。匠の腕によって部屋面々がガラス張りにみたいなあの展開ですね。まぁ、あ、ちょっと何言ってるかわかんないですけど。いやいやいや、ビフォーアフターでしょ。ビフォーアフターみたいでしょ。いや今聞こえませんでしたよね。あ、来た、揃ったよ。わかんないとダメだよ。あ、そうそう、で、ベトウィンが、ゲットオーバーさんが注目選手でお願いします。オッケー。ゲットオーバーさんのなんか裏事情みたいなこれ話しとかんでいいの？裏事情、いやそれはいいかな。あ、それはいい。それはだってほら俺のことにも関わっちゃうし、個人情報だからさ。あ、プライバシーがちょっとあれ、うん、結構、いや、結構ガチでプライバシーに関わるから。あー、じゃあカオル君からで、カオル君だけ捕まったらいいやん。いや、でもそうなるとカオル君が聞かれて、やっぱね、俺も来ちゃうじゃん。じゃあ俺大丈夫だな。そうだね。出た出た。いいですよ、後の運営は僕たちに任せてくださいから。乗っ取られた。まあ、世代交代であれやな。僕まかなんか見てよ、この何、うん、もうむしろ運営やで、僕まかがほら。いいじゃん、しっかりしてて彼は。さっきとは大違いですね。あ、でもクランマスターがついてるんですよね。どっちもついてるしね。どっちのクランマスターも。僕います。あれ、でもこれって称号ってつけない、うん、取らなきゃいけないんじゃないですか。そうそうそう。おお、お仕事早いじゃん、俺もチャット打ってたのに。お互いにドヤ顔してましたね、クランマスターついて。俺マスター、俺もマスターみたいな。さっきニャンパさんもつけてましたしね。ほら、やろうとしてる。絶対やると思ったわ。ニャンパさん、はい。僕のあれなんだと思います？何？僕の称号。スカウターやろ。あー、ちょっとかわいそうですね。チラッと見えた。ありがとうございます。スカウターあったらいいんですけどね。それあれやろ、みんなクーさんないからって自慢してんのやろ、ドヤ顔して。え？何が？クーさんが勲章ねえからって。もしかしたら偉大なる第一歩があるかもしれない。ああ、なるほど。いや、なんか前のやつあったんですけど、なんかちょっとなんか簡単会がどうのこうのみたいな時期あったじゃないですか。あの時ので、なんかまあ消えてましたよね、すっかり。あー、あ、クーさん、そんな前にやってたんや。まあちょっとなんかやっぱできたばっかの時は普通になんかどっかのチームとかがなんかやろうぜとか言って、 CSO の方にも交流があったりした人とかがなんかやりましょうよみたいな感じで行ったこととかありましたね。あ、そうなんや。オレンジゲーミングとかって昔あったの分かります？キリーとかバーマ君とか。あ、そう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 、あの辺がバーマ君が俺のチームにいて、もともと CS っていうのが、うんうんうん、だからその時にだから一緒になんかまああの親父ゲーミングの人たちと遊んでたことあった。あ、そうなんや。へえ。ところで、僕まかさんのクランマスターは一向に外れないんですけど、これ大丈夫ですかね？そこ押し通したいとこなんちゃう？硬い指標字だよ、これ。うん。今、おむつさんが頑張って打ってるんですか？うん。TS 行った方が早いけどね。ははは、譲れないんですかね。で、国
これであれやろ、僕まかがおむつには言われたくねえんだよっつって外し方が分からへんね。まさか僕まかさんにそんなことはそこがヌーブだったっていうそんなヌーブだったらびっくりだよ。多分その今頃、え、これどうやってやんの、これどうやってやんのじゃあクラメンたちもみんなつけてないの、これ今までつけたことがないみたいなねすいません、すゆみません。ああ、わかったらしい。ああ、今多分、渡真香さんに教えてもらったんやね。ああ、横で。うん。あれ、あれ、SSR 上がった？今見ます、見てます。ベトビンまだです。ベイグランツもまだですね。今やってる最中やな、多分。多分今向こうで集めて、うん、あれじゃないかな。集めて圧縮して送ってくるみたいな感じですかね。あ、どこが危険でしたっけ？ピチピチと何でもいいやでしたっけ？うん。ですね。じゃあチャンネルは削除しておこう。なんでもいいや。SS 撮影中に変な人混じってますけど。もう撮ったやろ。レディオすんでしょ、それで。もう撮ったやろ。挑戦的な運営だよね。ちょっとあれやろ、配信してないからって何でもできると思ってるやろ。そうそう、後で動画見られる分にはいいだろうみたいな。うん、そうそう。まあ俺が2ちゃんに垂らしてくるけどね。やめて。いやほら、運営も少し遊び心ないとね。なるほどね、間違いない。グレープブドウさんって、ブドウブドウさんじゃん、名前。おしゃれ、おしゃれ。オランゲオレンジ。オランゲオレンジ。それただのオレンジレンジじゃん。いやーでも俺ガキンコロ出たばっかの時俺素で分かんなくて、最初オランゲランゲって何って聞いたことありましたね。一番ほんと出たばっかの時の上海ハニーが出てた時、はいはいはい、やん時友達に、ね、オレンジレンジだよ何言ってんのって言われた時のあの顔今でも忘れられない。マジで恥ずかしかったね。そう言った記憶ありますもん。もうそう、本当に特に何も考えずにオレンジとかじゃなくて普通に歌詞で出てるから、何言ってんのオランゲランゲみたいな感じで言った時ある。あの恥ずかしさやばったな、マジで。オランゲオランゲ。でもそれと泊まりに来てたからもう一日中そのネタよ、もうあとは。オランゲランゲオランゲランゲって。そうそう、オレンジ、オレンジ読めない人ですかみたいな、そんな感じでめっちゃ言われたわ。お前何読む、オランゲジュースにするって言って。それクーさんいくつの過去。中1かってだったはず、上海ハニーだから。あれ、クーさんって結構若いんですね。あのニャンパさんとか側かと思ってたんですけど、僕は 4ですよ、24です。そうですよね、だいぶ若いですよね。うん、いやもうなんか気がつけば、だって俺最初はやっぱりチームの平均年齢の真ん中くらいだったんで、気がつけばもうどこ入っても多分上げますよね、平均年齢。CSO 若いですもんね、プレイヤー。いや衝撃を受けますよね、最近。 SS 上げます。あー、了解しました、僕若さん。わざわざ言いに来てくださるとはね。なんでおむつ聞かんかったん、僕まかさん、そこ譲れないとこだったんですか。まだ見えますよ。おむつ、おむつ聞かない。僕まかさん、クランマスターはなんで譲れなかったとこなんですか。いや、すみません、ちょっと。ちょっとすみません、ちょっとおむつさんに挑戦しました。俺別にそんな重役じゃないから挑戦されても困りますよ。じゃあ僕まかにも聞いたら、いや、オレンジレンジでちゃんと出たときオレンジレンジって読めましたか。あの、今あげますね、確認をお願いしていいですか。はい、了解です。オランゲレンゲ、なんやった。オランゲランゲ、オランゲランゲ、オランゲランゲ。これはもうアップロード終わりました。はい。
あ、了解です。僕まかさんにちょっと意気込み聞いといたらいいんじゃん、ここで。あ、僕まかさん、意気込み、どうでしょうか。意気込みですか。まあ、この試合は、とりあえず、キャメロンさんの動きで、勝敗が左右されると思います。はいはい、かなりキャメロンさんのせいですね。なんか前情報でもキャメロンさんをちょっと重点的にみたいな話で言ってましたけど、そこでぜひ僕を任せてと言っていただきたいところなんですが、いや僕はもうちょっとカバー役なんでキャメロンさんのあなたに任せた。キャメロンさんを中心にみんなで動きます。わかりました。あとアレちゃん、キャメロンさんがイベントで1万クレジット当たったことに対してはどう思いますか。ちょっとそれ僕見なかったんですよ。じゃあぜひ YouTube で。 YouTube で確認するの、はい、あ、本当に1万クレジット当たってるわって。そう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 。時間もったいな。じゃあ皆さん確認 OK ですか。あ、大丈夫です、ありがとうございます。 OK です、よろしくお願いします。お願いします。礼儀正しい人だ。いやなんか直接読んで意気込みが聞けたっていうところが ね、 そうね。キャメロンさんめっちゃ押してるし。確かに。オランゲランゲについては答えてくれませんでしたね。いや、何それと思ってるんでしょう、今頃。最初わかんない、多分わかんない。でも、オランゲランゲって誰もがなんか一度はパッと一瞬頭に浮かんで、あーみたいな感じになったワンシーンだと思うんだけどな、俺ら世代だったら。オランゲジュース。これ始まるんですか。あれ、ベドウィン完了したん。あれ、まだ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 。まあ、いっか、とりあえずは。ナイフ戦だけだから、まあ、ナイフですかね、最初。うん、ナイフについて、ね、僕まださ、ソーローすぎ。いや、もう自分の方が OK になっちゃったから、それでも OK みたいになっちゃったんでしょ。うん、しかも1分経たずに入っちゃってたし、入っちゃってるし。さすが初戦ですね、これ。あ、でもあれです、ベドウィン上がってます、大丈夫です。あ、大丈夫。うん、今僕確認します。あ、もうね、完全に入って中で遊んでいらっしゃるもんね、彼らね。多分まだこれね、ちょっとやらかしたって誰も思ってない。うん、思ってない、思ってない。ライフ戦活用って言ってますよね。あれ、相手入ってこないよ、低スペ落つ、わらわらわら。いやそんなに。ライフ戦はフリー視点でいいよ。やっぱりこれクーさんにナイフの使い方とか解説してもらうのはダメですか。そうだね、ナイフの使い方はね。いやでも前も言いましたけどね、うん、1対1でのほぼ負けない方法ならありますよ。マジで。はい、前もこの間の配信でも言ったんですけど、そのなんかナイフ、その右クリック押しっぱなしにすると最速で2発目切れるんですよ。名前はまあこれを知らないか。知らなかった。押しっぱなしにしとけば、まあ連射みたいな、リコイルしてるみたいな感じですかね。だからその1対1になって自分の HP100 で相手も100だったりしたら、自分の HP100 だったこと前提なんですけど、一発食らっても知らないじゃん、頭じゃない限り。だから右クリックをしながら相手に進んで刺して、刺した後ずっとそいつに突っ込むの、一度もまっすぐ進むと、2発目絶対自分が先に切れるから、へぇー、一発当てれば2発目で自分が殺せるっていう。知らなかった。だから1対1になった時はもう自分 HP100 で相手が50だったら もちろんそれ一発切れば、40何歩だったら一発切れば勝てるし、それはまあ勝ちなんですけど、100だときは下がったら負けですね。ダブル右キーをしながらずっと突っ込めば、まあほぼ負けないですね。へぇー。っていうクーさんのそのナイフの使い方の熱いね、こう。あ、ちょっといいですか。ちょっといいですか。すいません、ちょっといいですか。はい、これ、ベトウィン側に時間、早く入っちゃったじゃないですか、今。あ、言った、言ってきた、言ってきた。言いました。うん。OK でーす。向こうの TS 行った直接。まあ今のね、今のナイフの熱い解説は全部ね NG っていうことでもカットです。おきりでっつって。そしたらこっから、うまかさん CT っすね。これおお、CT っすね。得意なんですかね。キャメロンさんがなんか特、なんかその超中心みたいな感じ言ってたから、キャメロンさんがいや CT っつったのかもしれないですね、これね。ああ、それありえますね。あ、そう、ある、まあ、ある人なんですか、まあ、CT 好きみたいな。まあここのチーム多分 CT が得意っていうか強いでしょうね。あるんですかね、なるほどね。まあなめぽじゃないですよ、クーさん。ええ、言ってる。どういうことどういうことなんかいや全然ね。いや、で先に CT から取ってね、記事の方で8本も9本も取れれば、まあ、テロリスト超楽っすからね。すいません、ナイフ戦、ん、あ
これ行くってことなんですか、これですね。動画編集の時はね、もうクーさんのいいこと言ったとこ全部カットで。いやもう、動画だって動画撮ってるのってそのあれですよね。今喋ってたから音マイク見た人はいいっすわ。呼んでる意味がなくなっちゃう。俺らがただ暇やからクーさん呼んでちょっと会話してみるみたいな。暇だからって。まあここにいてる俺らだけナイフがちょっと上手くなったみたいな。おい。まあ実況解説ゲストクーさんを迎えてね、僕たちその仲間たちということで。なるほど。これゲットオーバーさんが注目選手ですけど、ゲットオーバーさんは結構そのな CSO の方ではこうアタックバンバンかけてるタイプの人なんですか？アンプがうまいとかそういう系の。そこはねちょっとね思ってたんじゃないとわかんないですね。いやー僕そんなに詳しくないんですけど、彼は僕が一緒にちょっと遊んでた頃ではまああのアサルターでそこそこアタッカーみたいな感じでしたね。なるほどなるほど。結構テロリストの時はなんかこうゲトワさんのアタック見れそうですね。そうですね、結構ガンガン詰めていくタイプでしたね。なるほど。いやいいですね、 D2 はもうそれが強いから楽しみですね。注目選手がそういうタイプだと。センターラッシュは誰かしてくれるのか。本当センターラッシュ好きですよ。いや、ね、次の大会はね、次の大会はね、スカウトも OK にしてね、やっぱりジュリナさんのね、スカウトでセンター突をね。まあ当然ですよ。大会だろうとならだろうと。お、注目選手はロングだ、ロングだね。そうですね、ワンロングでキャット2。テロリストロング攻めっすね。4人 C4 持ってロングっすかね。いきなり注目選手が見せてくれるんじゃないですかこれ。一つね、注目選手が見せないと負けですねこれね。あ、そうですね、取られちゃいますよねすぐね。はい。センターちゃん B も結構しっかり B2 で守ってるから A のより遅いくなると思うんで、行っちゃったら結構 CT 辛いと思うんですけどね。行くなら早めに行きたいですね、テロリストは。あ、でもテロこれ引いてますよな。引きましたね。あー、もったいないですね。何かをビビって感じた。あ、いや、キャット、あ、キャット前だ、キャット崩そうってことでしょ、これ。FP、あ、3人いる、これ。注目選手の AD が。あー、こうなりますね、これね。さすが注目選手だよね、HE もうまいからね。うまい。スロットの使い方うまいっすね、グループの人は。まあ、やっぱ、動物さんですからね。なるほど。いやー、これは。厳しいですね。いや、キャット、うん、いや、でも。この間の配信でも言ってましたけど、キャットマジ階段クソ弱いんで、今みたいに投げ物入れられて、しかもこっち USP で弾ないんで、ほとんどグロックで20発対12発だったらもうちょっと火力が違いすぎて、こんな狭いところじゃちょっと厳しいですよね、本当。あそこ厳しいですよね。いやここマジ守れないですよね。いや自分なんかさ、こうここはここで守らなきゃいけないっていう固定観念って結構あると思うんですよね。そのキャットは階段あたりで守らなきゃいけないみたいな。いや全然そんなことないからね、あそこではマジ守らない方がいいっすね。でも USP なんてね、ロングとか強いですからね、遠い距離で戦ったらいいんですけどね、ほんとは。そう、 A とかで戦えばいいと思いますよね、全然ね。お、B 側も僕まかさん詰めてますね。早いですね、2人で詰めてますね。あ、でもグレープブドウさんがもうテロベース、テロベース、あ、バレましたね。いや、しっかり守ってますね。しっかり見てますね。ね、うん。まあ、僕まかさんとグレープブドウさんがまあこんにちはって感じですねこれね。どういう解説よ。いやもう的確な神、的確な神や神あって言ってる間にいろんなとこでこんにちはがちょっと起きてますね。ロングですね、ロング。しかもニャンパさんの予想外れましたね。まあ惜しいな。おお、荷重 100% さすが 100%これマジ果汁 100% すぎでしょ。200% だよ、グレープグレープ。そうです、2倍ですね。濃縮されちゃったね。めっちゃ濃縮されてて、皮も入れたよみたいな感じで。下手も皮も種も入れたらいい。黙って飲め、黙って飲めよ。それもう普通にブドウ食えよ。おもちさん、ちょっとクーさん来たらちょっとバケーション配信になってきましたね。いやー、結構バケーションいける人ですね。いや、いいですよ。CT ベースなんかめっちゃ当たってますね、これ、ゼロ以上。CT カウント選手の方が。おぉ、
多分シフォン面白い。もうちょっとブドウ絞られましたね。絞られましたね。まあ 200% が絞っとくかみたいな感じですかね、これはね。なんかもうブドウさんが注目選手みたいになってありましたからそうですね。まあまだエコですからね、エコですからね、致し方ないと思います。これ右ポンさんめちゃめちゃ迷うんだけど、ね、うわー美味しい。さっきから CT 側しょっぱいですね。ヘッド入れてるんですけど殺せないんですよね。まあしょうがないっすね。まあ USP そんな特に CSO の USP ちょっと弱いっすよね。なんかこう威力はまだしもそのなんかまあちょっと頭にバシバシいかない感じがありますよね。ちょっとこの銃おグロッグラスいいね。 CSO はちょっとね銃先が曲がってるんですよ。マジだあ今のねボコマカさんもそうでしょ。ちょっと頭入ってるけどみたいな。おーおーナイスマン。おおおおおおいいカバー。まあやっぱテロの注目選手なんでカバーもしっかり決めてきますね彼は。間違いない。あこっからですね CT はね。アンプ持ってますね。右ポンさんアンプでセンター覗いて。ポン下がミですね。ポン下はいポン下がミっすね。え誰だこれ B とか。おー僕もかさんもアンプっすねこれね。 B でアンプ。あーこれあ、今ちょっと見えましたね、多分。いや、これワンチャン、うん。あーあーこれはこれはやっちゃいけなかったっすね。いやでも、僕もかさん一瞬足見えたのによく我慢しましたね、あれね。あ、今、ワールジャンプしたんですか。ワールジャンプとか、その、釣りジャンプみたいなの。いや、多分釣りジャンプじゃなくて、殺された人が普通にちょっと足見えたんですけど、僕の画面だと。いやそれ、すごく我慢しましたね。大抵のやつ、そこで抜きますからね、絶対当たんねえのに。でバレたら殺せなかったですからね。ねえそうっすね。はいここねアンパーマジ我慢大事ですからね。そうですね。でもあれあーこれが打たなかったら反応せいだけですからね。そうっすね。おおいいかもだ。キャット人数多かったですね。これ3人ぐらいいましたねこれ。アンポジが3か4かで3-4-2ですね。今 TG2 がバレてますね。見られてますね。 TG でアンプ勝負入るんですかねこれ。僕たちの注目選手グレープブドウさんまだまだおられるのでいやいやキャメロットさんまだいますよ。俺でも今 81% あるんですよ。 100% が減ってますよ。おキャットいきそうじゃないですか。しかもキャメロットさん、ね、キャメロットさんキャメロットさんおっとちょっとグレープさん 19% 絞られてますよ、ね、お絞りに行く絞りに行くキャット絞りに行って絞った。あーあーこれはお、これはでもあーでも C4 が、あ、ブドウさんが C4 なのか。あ、でも10秒しかない。あーもう行くしかない。あー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 エロいっすね、今のは。これはちょっと、うまかったですね。今のはクーさん、もう時間的に CT のポノン選手はちょっと逃げに行った感じでちょっと打たれちゃったみたいな。そうですね、はい、多分時間分かってたと思うんですけれども、いやーちょっともったいなかったですけど、まあでもよく今トマサ本部が今立派ですよね、やっぱね、今の状況下で。レコマル選手、自分の F に食らっちゃいましたね、ビートンで。丸まっちゃいましたね。食らっちゃいました。ロン。これ、ブドウ選手は飛んで待ってますね。このジャンプして見てるじゃん。俺、前これやった時にね、ノッポさんにね、出た瞬間に TK 殺されましたからね。あの時、はっはっってなった時、ちょ、パン、チュン、えみたいなね。あの時の絶望感、半端なかったです。おおでも、キャッチュおおキャット、一気に行きましたね、これね。これ、相手武器、あー武器持ってますからね、一人。あーこれ2-on-2ですね。これなんか行かざるを得なくなりましたね、これ。おっ、ゲットオーバーさん、うわーゲットオーバーさんうまい。いやー今ね、いいゲットオーバーさん設置しなかったのいいですね。いやー今設置してたらワンチャン負けてましたよ、これ。すごい読み合いがすごいですね。ねえ、はあ、今設置してたら CT2 の、 テロリスト側1でしか守れないじゃないですか。設置してるやつときは何のこともできないん で、ね、もし今の時に入られてたら完全に負けてたんですけど、ゲットオーバーさんちゃんと2人でその外に勝負しに行きましたもんね。いや今ゲットオーバーさんうまかったですね。注目プレイヤーですねやっぱりね。ベタ褒めですね。
いや、うまかったですよ、今の本当に。はい、僕、よくこうそういうプレーで大事だって思ってるんで、今のなんか、明日いいなと思いますね。CT はもうこの配置がデフォルトですね。そうですね、キャットはでも前目で多分戦うつもりでしたね。その階段前で倒そうって感じでした、もうその通路の時に。あ、でも下がりましたね、一回。前にいると見せかけて下がって。ちょっと戦士さんがロングでこんにちはってする感じですね。これC4 がビートンにいるんですよ、テロの。これ